かつてガザにゴーストバスターズというお化け退治専門の集団がありました。彼らはお化けと戦うため偽のユニフォームを着てナセル病院に忍び込みました。彼らが扉を蹴破るとそこにはハマスの戦闘員が70人もいました。お化けなんかより怖いじゃないかと叫ぶゴーストバスターズ。戦闘員たちはみんなで面白がりながら彼らを捕まえて、ここはお前たちの出番じゃないと拘束したのです。ところが実はゴーストバスターズのユニフォームには秘密が。彼らが身につけていたのはゴーストを捕らえるための特殊なネットを内蔵したものだったのです。思わぬことにハマスの戦闘員たちがネットに絡まって動けなくなってしまい、ゴーストバスターズは脱出に成功。しかし保健当局によると、この間違えたネット作戦で残念ながら病院の患者さんたちが死んでしまったとか。ゴーストバスターズは後でニュースを聞き、ゴーストよりも我々の方が立ちが悪かったかもしれないねと冗談を言い合いました。犠牲者のことを思えば笑えない冗談でしたが、彼らにとってはまた一つの大事件が終わったのでした。そしてその日、イスラエルとパレスチナの境界線では不思議とお化けの姿が全く見られなくなっていたのです。